はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はワセリンで着火剤を作っていこうという動画になります。はい。で、今日はですね、早速この白色ワセリンですね。を使って着火剤を作るわけなんですけど、結構調べたらですね、昔から作られている結構ベタな着火剤ということで。薪ストーブを最近使うことが多くなってですね、結構着火する時に苦労するんですよね、だからもうちょっと手っ取り早く簡単にね、簡潔に火をつけることができないかと思って、で調べたらこのワセリンが出てきまして、でどういうものかと言いますと、このですねワセリンをこのコットンに染み込ませて燃やすというもので。結構安かったのよね、これも。300いくらだったかな。300円ちょっとぐらいだったよね。でまだこれより大きいのが大容量のが800円ぐらいだったかな。でこのコットンもダイソーの100均で丸状のコットンなんですけど、で大量に作れるということで、でこれに染み込ませたワセリンに火をつけることによって結構長い間燃えてくれるんですよね。だから僕いつもおがくずでやったりするんですけど、焚き火台の前はおがくずで火をつけてうちわなんかでこう仰いでやると結構ついたりするんですけど、薪ストーブはどうしてもこの上昇気流が発生しないとなかなか火がつかないということでですね、おがくずでやっても難しいんですよ。だからそこそこ長いこと燃えてくれるこいつが活躍してくれるんじゃないかなと思いまして、挑戦してみようと。いうことになりました。はい。で、それではですね、はい、早速始めてみましょうか。はい、じゃあそれではですね、まず簡単にですけど購入品の紹介をしようと思います。はい、でこちらが白色ワセリン 50g です。300円ちょっとだったんだよね。でお次がコットンですね。ダイソーのコットン丸のものになります。これが何個入りかな、結構入ってるよね、直径 14mm タイプというものになりますね。はい、でお次がピンセットになります。結構長いピンセットになります。でお次がですねダイソーで買ったこちらの容器なんですけど、これが地味に結構良くてですね、新発見だったんですよ。っていうのがですね、ちょっとこっち持ってて、ここの上をこういうふうにここにスライドしてくださいって書いてあるんですけど、カチッとすることによってこれが取れるんですよ。でこれが何がすごいかというと、ここの後ろにですね連結できるんですよね。こう入れてカチャッと入れて回すとこういうふうに。すごい、これすごいよね、これはすごいなと思った、でこれにコットンを入れて持ち運ぼうかなと思います。これ調味料とかでも結構いろいろなんかね使えそうだよね、ほらもう多分知ってる方は知ってんだろうけど、私たちはもう初めてそう知ったもんだから、すっごいこれいいじゃんって言って、そうこれいいよね、はい、で最後にですねこのダイソーのトレイなんですけど、これはお家にあったものを使います、でアルコールバーナーでしようかな。本当は湯煎っていうか、チョコレートを溶かすような感じでワセリンを溶かして、お湯をさ鍋に張ってそれには容器を浮かべて溶かすような感じがいいみたいなんですけど、直接火でも、いけないことはないみたい。どっちがいいかな。で一応用意したのがですね、このアルコールストーブ、アルストね、アルコールストーブとこのカバスのいつも1秒で設営というか組み立てられるこの焚き火台になるんですけど、これになんか溶かす何かを乗っけて鍋かなんかね、でワセリンを溶かそうかなと思ってるんですよ。入れて、その銀皿じゃダメなの？銀皿でもいいと思うけどね。まあ言えば鍋みたいな感じにしてもらって湯煎するの。いいかもね。多分その銀皿の中にも一個皿を入れる。そう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 。それで。はい、今こういう風な感じで銀皿に水を張って、その上にシェラカップを置いて、この中でワセリンを溶かしていこうと思います。はい、これはビーパルの付録のシェラカップになります。はい、ドラえもん。そしたらじゃあアルコールストーブにアルコールを入れます。ちょっと火が遠いかな。大丈夫かもね。このトレーにアルミホイル引いた方がいいかな。まあ掃除やらこのね。そうだね。引く。うん。沸騰しだした。でこのワセリンを入れるね。うん。固形になってます。すっごい泣いてる。ね。あ、これ結構硬いよ。すくえない？うん。え、すくえない？ほら、負けるもん。ああ、そうなんだ。あのプラスチックのじゃないとダメだね。あ、でも大丈夫だよ。でもプラスチック入んないもんね、中に。取れない。おお、溶けてきた。すごい。早い。早速溶けた。今度は割り出しで。結構本当難しいね、これ取るの。粘度が高い。そうかも。それ30g だったっけ、40、50g だったっけ。50g 全部使うの？だよ。そうなの？うん。水が入りそうかも。あ、でも水が入るよ。水が入るって。ギリ大丈夫？いや、ギリ大丈夫じゃないでしょ。多分沸騰すると水入るよ。水入っちゃダメでしょ？大丈夫ほら。こうやったら大丈夫。本当に大丈夫。水入ったらダメなんですけどもね、入ってからじゃ遅いよ水が乾くから。ほらほらほら、沸騰しだすと入るんだってば。もうねえ、ちょっとどうすればいい？これ熱い？熱いよ、熱いよ。いや、大丈夫。熱くない、熱くない。水が多いってこと？うん、水が多かった。沸騰するとダメだ。ちょっとこの量は火の調整をするかってことは、これをちょっとずらしてあげればいい。これをちょっとこっちに、今だ。はいはい。どう？はい、いいかも。端っこだけめっちゃ沸騰してる。うん。じゃあ早速いきます。これ完全に染み込ませるよりはちょっと少ないぐらいがいいみたい。うん、表面だけこう染み込むような感じ。ここにほうほうほう並べていきます。それもさ、でもさ、ガッと入れてパッパッパッパって取りたくならない？うん。しないの？あ、一個ずつやるなってこと？うん。めんどくない？いや、これが楽しいんですよ。そうだ、うん、超めんどい。そういうの好きじゃないかも。さっき半分ぐらい入れた合わせる。うん。で、もうなくなっちゃったみたいなんで。結構薄いね。うん、50g ちょっとしか作れない。でかいの買っとけばよかった、やっぱり。全部 50g 使った？もうあとちょっとしか入ってない。そうだ、もう全然ないよ。うん、こんだけ。いや、全然見えないけど。こんだけっていうか、こんだけ寄れる。ちょっと白だから分かりにくいけども、全然入ってないね。うん、全然入ってない。だからもうこの残りに関してはもう直接こうこれで拭くような感じでしようかな。溶かしてないんだけど、うん、むしろこれで一回取ってこの中に入れた方がいいかな。ちょっと溶けてくれるかな。あ、ちょっと溶けてくれるね。惜しみなく全部使い終わる。うん、コットンがだいぶ余ったそうです。ワセリン 50g に対して半分ぐらいかな。半分以上は使えたね、うん、コットン。なんかもう。だけど全部をすることはできませんでした。コットンしか作ればか。残りは私の手に。はい、これだけのワセリンを染み込ましたコットンができました。はい、それではですね、この容器に入れていこうと思います。はい。まあ、ただ入れるだけなんですけど。こんな感じで綺麗に収まりました。うん。で、コットンの中にですね、こんな感じで可愛いピンセットが入ってたんですよ。うんうん、これも中にこう入れとこうかな。ああ、そうだね。取り出せるようにね。うん、で、これをこう締めてあげると、綺麗に直すことができます。これはこれでなんかいいよね。キャンプ道具の中に。一つ質問だ。この1回ワセリンを含ましたコットンっていうのは、うんうん、これで保存しとくの？保存しとくの？これで。このままだよ。1回でこんだけ使うんじゃなくって。あ、違うよ。1個1個だよ。え、いいの？大丈夫なんだ。大丈夫だよ。なんで？いや、私使う分だけこうやってコットンに染み込まして、うん、それを全部もう1回で使い切らないとダメなのかなと思ってた。いや、全然だよね。それ使いすぎでしょ。いや、なんだけど、いや、わかんないから。1回の薪ストーブの火付けにこの玉1個みたいな感じ。うん、ああ、そうなの。うん、で、思ってるんですけど、で、今からですね、うん、この、コットンを染み込ませたこの玉が実際にどのぐらい燃えるか、うん、でこれはワセリンを染み込ませてない方で、これが染み込ませてある方、うん、で両方を燃やして、うん、どのぐらい燃焼時間があるか、うん、うん、っていうのをちょっと試験的にやってみようかなと思います。はい、はい、それではですね、燃焼テストをしていこうと思います。はい。こちらがワセリンを含んだ方。うん、で、こちらが、含んでないコットンですね。うん、になります。はい。で、同時に火をつけて、どうなるか。うん、で、携帯でタイムを測っていきます。はい。そしたら、はい。ちょっとでも差をなくするために。いいですか？はい。よーい。ちょっと待って、ちょっと待って。よーい、スタート。ん？つかないね。あれ？なんでつかないの？つかない。染み込みすぎたかな？染み込みすぎたってあるんだ。うん。もうこちら。こちらも。燃え尽きましたね。あれでじゃ個別なタイムでいこうか。ああ、そうだね、うん、もうしょうがないね。うん、まだ燃えてます。はい、はい、消えたかな。まあ、約41秒というぐらいでしたね。うん、40、こちらは41秒になります。はい。で、それではこちら、え、本当につかないよ。私が入って言って解消すから。あ、ついた。はい、あ、でも消えそう。本当はね、もうちょっとほぐすみたい、つけるときに。そうなんだ。うん、ほぐしてないもんね。ほぐしてないですよね。あ、でも俺言葉全然違うね。うん、鼻息で消えそうな感じだ。こっちが42秒だったっけ。こった41秒、うん、結構長いこと燃えそうだね、もうすでに。こうやってちょっとずつ燃えてる間にちっちゃい薪なんかを上にこうのしていって、うん、ちょっとずつ火を大きくするわけよ。消えないのかな。消えないことはないと思うけど、消えにくいんじゃない、限りなく。でこっちの普通のコットンに比べると、すでにもうだいぶ長いこと燃えてるよ。うん、うん、もう1分経ったもんね。そうそう。他にこれは使う方法は、その薪ストーブだったりとか、他には焚き火、他にはっていうと、だから火をつけること、うん、火種だからさ。ライターもこんだけ長いことこうずっとつけてると、ガスがもったいないよ。うん、だから300円ちょっとで一応こんだけ着火剤としては作れてるから。うん。すごい。でも燃えるね。燃える。燃え出したね、ほんとね、うん、勢いが増した。消火器で消した方がいいかな。あ、マシュマロみたいになってる。なんかマシュマロを焼いた風な感じになってる。うん、ちょっとよくわかんないけど。いや、マシュマロ焼くじゃん、マシュマロするじゃん。その時にこんな風になるよ、焼きすぎちゃったら。だっけ、色とさ、この焦げ目と、うん、分かってないちょっとよくわからないお、結構な勢いで燃えるんだね。うん、でもほんと今もう2分20秒、うん、かなり燃えるね。あ、持つね。うん、ほんとこれあれだね、だいぶ絞っていいね。うん、なんかギューってね、うん、ほんのちょっとでいいんだわ。あ、でもすごい勢いが増すんだね。すごい、うん、こんなになるんだ。ちょっと煙が黒いのが気になるけど、換気はしてます。7分。はい、おー、すごい7分18秒。すごいねこれはすごすぎるぞ。ちょっと侮っていた。うん、そうだね、うん、思ってたよりも2、3分ぐらい燃えればいいのかなと思ってたけど、これは楽になる。普通の焚き火でも使おう。うん、そうだね、うん、楽だと思う。はい、というわけで今日はワセリンを使った着火剤を作ってみたんですけど、はい、とても良かったですね。うん、良かったです。想像の3倍ぐらい燃えました。一応想定してるのは薪ストーブが、薪ストーブをメインに考えてまして、はい、こんだけ燃えてくれれば普通の焚き火でも全然使えるんじゃないかなと思います。はい、でほぐして燃やした方がより燃えやすいみたいなんですけど、うん、今回はもう玉状のものに無理やりもう着火まで火つけたんですけど、うん、それでも7分超えということで。うん、広げると多分、僕の予想なんですけど、若干、時間的には落ちるけど、うん、広げることによって広範囲で燃えてくれるから、うん、火付けはやりやすいと思う。多分想像ですけどね、うん、そうかもね、うん、なんかそんな気がします、はい、だから今まではですね、僕はおがくずにファイヤースターターでシュッシュって火をつけて、うん、まあ、うちわで仰ぐような感じでやってたんですけど、うん、まあそれでも全然いいんですけどね、うん、こういうのがあると、まあ、一つあるとね、うん、より簡単に、まあ、安心してつけることができるかなと思います。まあ7分間も燃えてくれると多分火付けっていうのは割とまあ簡単にいくんじゃないかな。うん、知識としてもね、うん、こういうのがあるんだっていうのを分かってるだけでも違うと思うので、いいよね。はい、ぜひ試してみるのもいいのかなと思います。ですね。はい。はい、まあ初めて挑戦したけどよかった。よかった。やってみてよかった。はい、ちょっと侮ってましたわ。私は特に。私は特に侮ってます。うん、はい、はい、ということでですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind